歌手インタビー、マサハルです。今回は1年ぶりに切り絵御朱印の拝受できる神社仏閣を振り返ってみました。お出かけの際の参考程度にしていただければ、幸いです。それではスタートします。この日は淡色の花が中心の花手水、かわいいですね。御祭神は神天皇、創建時期は不詳。拝殿で手を合わせた後を振り返ると都電が出発していきました。そして、社殿左手にあるのは厳島神社でした。この日拝受した御神はこちら。このデザインの頒布は終了。時々切り絵御朱印が登場するようなので神社公式サイトをチェックです。奈良市内の住宅街の中にひっそり佇む境内ですが、創建時期は大同元年と歴史深い神社です。唐戸社は罪汚れを払い除いてくれます。まずはここを参拝。参道を進むと突き当たりがあり、その左手に拝殿があります。こちらがその拝殿です。奥の御本殿は春日若宮社を移転されたもので、春日仏師では最古、そして伺った日に拝受した切り絵御神はこちら。神社の公式サイトで最新の御朱印情報を確認できます。令和4年の桜の時期に伺いました。毎回花手水がきれいで感動します。なんとも優しい雰囲気が流れる境内、居心地が良いです。切り絵の御朱印が頒布されることも多く、お寺の公式サイトのショップで最新情報を確認できます。広島県宮島にある真言宗のお寺。宮島の奥の方にあり、石段も多いので少し待てました。お寺のこんなメッセージに癒されますよね。直眼堂が大聖院の本堂、本尊並切不動明王を安置。そして参道右手にあるのが観音堂。目出しだるまや、おびんずる様を撫でて開運です。さらに奥の石段の先にはマニ殿や大師堂、少しだけ瀬戸内海を望むことができました。お寺の公式サイトには切り絵御朱印特設ページがあり、要チェック。鳥居をくぐると一旦下がってまた上がる参道、珍しいですね。上手屋が井戸でした。最近はあまり見ないので懐かしいです。こちらの狛犬さんはいつもカラフルな前掛けをされています。社殿は安永年間に再建、歴史を感じます。その社殿前にある大きな御神木もパワーを感じます。こちらは神楽殿でしょうか。幕府の彫刻が間近で見られます。御祭神は竹早、須佐の斧、御琴など6柱。
数量限定の7年祭特別シーン、金色の部分が切り絵になっています。いつも混雑しているので朝早く上がってみました。授与所が開く9時まで参拝したりして時間を過ごしました。強運厄除けの神様として親しまれている小網神社、徳の神福禄寿様にもひっきりなしに参拝者が、そして東京銭洗い弁天の社としても人気で、洗った金銭をお財布に入れておけば財運が授かるとか、最近アートな切り絵御神が登場し注目です。特に限定ではないようなので継続的に頒布している模様。佐賀駅から電車で20分、特急が止まらない無人駅近くの神社。しかし魅力的なデザインの御朱印が人気で注目されています。安産子育ての神様、神宮皇后がご祭神です。手水舎にはとても華やかな花手水が施されていました。綺麗です。社殿は趣のある建物で鶴の彫刻が見事、奥には本殿も見えます。ご神木の大楠を徳江周りに回って開運を。境内にはベンチが複数あって、そこにもお花が飾られていました。神社公式インスタグラムでは最新の御神情報を告知しています。花浄土と言われる長谷寺、春は梅、夏は紫陽花、秋は紅葉など四季折々の楽しみがある境内です。穏やかな空気に包まれていてほっとできます。こちらは観音堂、御神はここで拝受できます。境内奥に進むと眺望散策路、紫陽花の季節には賑わいますが、その他の季節も少し高台になっていて、眺めは最高です。山門近くの池まで戻ったら弁天窟にも立ち寄りたいです。弁財天と十六道士が彫られている洞窟内を一周できます。こちらが拝受した令和5年うさぎ年の切り絵御朱印、お寺公式サイトでは最新御朱印を確認できます。長谷寺境内にあるレストラン、甘味のほか、うどんやカレーなどの軽食もあります。席からは相模湾を一望。今回発注のお寺のパスタは、野菜の甘みだけで仕上げた精進パスタとのこと、トマトベースの優しい味でした。神戸の生田神社といえば縁結びの神様で人気。楼門の授与所で水みくじをお受けして参拝を。拝殿の横からさらに境内の奥へ、すると金龍泉の看板、さらに水みくじの看板に誘われて生田の森へ進みます。するとありました、縁結びの水占い金龍泉。先ほどお受けした水みくじを池に浸していきます。すると文字が浮かび上がってきました。今回は中吉。さて御朱印は楼門入ってすぐ左手の社務所の中で。最新の御朱印情報は神社公式サイトで確認できます。生田神社参拝後、20年ほど前、新婚当時に行った懐かしのお店へ。中学生の息子と3人で伺えるなんて感慨深いです。購入したパンをカフェに持ち込んでいただくこともできました。創建は景行天皇の御代で岡崎最古の神社。生誕の地だけあり、正保2年には徳川家康公も号し、
最近は魅力的な御朱印でいつも賑わっています。また境内には素敵な花手水が点在。花手水を探しながらの境内散策も楽しいです。こちらは廃寿した家康公切り絵限定御朱印。最新の御朱印情報は神社の公式サイトにて告知。この際は徳川家康公のクリアファイルも添えられました。御朱印人気が高い神社仏閣が集まる桐生の中でも人気のお寺、毎回参道の玉砂利に描かれるハートに癒されます。特に賑わうのは秋と春の床もみじ特別公開期間。一度は見てみたい感動風景です。賑わっていますが、境内はなんだかのんびりムード。境内を散策しているとたくさんの笑顔のお地蔵様に出会います。境内を巡っているだけで癒されていきます。この和むお地蔵様は御朱印のデザインにも。さて、最新の御朱印情報はお寺の公式サイトにて確認可能です。明神鳥居の両側に小さな鳥居を持つ三輪鳥居をくぐり境内へ。手水はお花とうさぎさんで可愛く飾られていました。御祭神は大物主の神、大黒様としても有名。また幸せの社としても人気で、拝殿前に幸せの撫でうさぎ、拝殿右手には赤い糸で縁を結ぶ縁結びの木、御神木でもあり、推定樹齢450年のクスノキです。その足元にウサギさんに見守られたハートがありました。境内をのんびり散策してみると、至る所にウサギさんが。さて、御朱印は可愛いデザインが多いですが、時々切り絵などアートな御朱印も。最新情報は神社公式サイトで。いかがでしたか？私の独断と偏見でまとめていますので、参考程度にしていただければ幸いです。ぜひ御朱印巡りを楽しんでいただければと思います。